いいエピソードいっぱいありますよね。東大でインターナショナルな学会があって講演頼まれて、でインターナショナルだからフル英語でいいんだよね。だからいや東大の方にも英語が分かるのがなかなかいないので日本語でお願いしますって言ったら、インターナショナルで英語で講演できないってどういうことだ、何事だって言ってたらしい。あ、そうなんですか。山本さん、まあそういうとこあるから。蹴った後に蹴ってよかったかなって言って、そう気持ち悪いんだ、すっごい後悔してる、ちょっと厳しいなの、厳しいなの、よかった。